2024年5月26日、今日は鎌倉に来ています。鎌倉といえばいつも神社仏閣に行っていますが、今日は海の方に向かいます。由比ヶ浜海岸へ向かいます。今、鎌倉駅から歩いて由比ヶ浜海岸の方に向かって歩いています。今、若宮大路の下馬という交差点を過ぎたところです。今日、由比ヶ浜海岸では、鎌倉ビーチフェスタ2024が行われます。今、そこに向かっています。今、鎌倉八幡宮一の鳥居まで来ました。海岸まではもう少しです。由比ヶ浜に到着しました。鎌倉ビーチフェスタは10時からなので、あと5分ぐらいまだ時間があります。ちょうどいいぐらいに着きました。海岸前の駐車場にはたくさんの屋台出店が出ています。金魚すくいもありました。ここがメインの会場になります。ちょうど催し物が始まったところでした。
かまれおる俺
Oh,
stands all alone。今ステージの和太鼓とフラを見終わりました。会場の方をご紹介します。どうぞお手に取ってご確認くださいませ。はい、ブースの紹介の方を少しだけさせていただきたいと思います。ですね、皆様から見て左手の方にフラブースが、この夏の思い出、夏の一足としてご購入いただいてみてはいかがでしょうか。本部の方もございますが、こちらにはフラの準備待ちの方、練習をしている方がいます。鎌倉ビーチフェスティバルは道路を挟んだこちらの公園でも行われています。こちらは小さいお子さん向けのようです。こちらには小さな江ノ電が走っています。今日は鎌倉ビーチフェスティバルと、もう一つ鎌倉市民カーニバルも行われています。鎌倉市民カーニバルは仮装パレードです。11時に鎌倉駅の方からこちらの海岸に向かってパレードしてきます。これから駅の方に戻るので、途中のパレードが見れたらと思います。